メイクするぞ、チェイスで。これは今回は一番最初のチェイスがあんまり続かなかったから、ここでゲームメイクします。チェイスで行ったふりして危ない、無理。でも通電はするから、固有まで引っ張ったから。いやこれ待機入るの結構マジか。なんて言えばいいんだろうな、俺助けた方が利があるじゃん。だってチェイス伸ばしてるし、最初の伸ばしてるし、発電機もプレッシャーしてるから、こうチームにおった方が絶対勝率上がるんよ、状況的にも。だからこれは助けてほしかったから。いや誰を残すか大事よ、マジで。それはめっちゃ大事。じゃあ例えばだけど、極端な話するね。極端な話すると、めっちゃ隠密ずっとしてるサバイバーとさ、もうすげえ発電機回すサバイバーだったら、すげえ発電機回すサバイバー助けるじゃないですか。そっちの方がチームとして貢献度があるから。それも結構大事よ、マジで。だから誰でもかんでも、釣り交換するっていうのは効率が悪いよね。そう、でも、まあ耐久入るまではまあ100歩譲っていいとしよう。あれ、死ぬか、でも。一釣り隠しって基本なしなんだよね。どんなサバイバーでも基本なし。本当にもうなんか棒立ちしてるサバイバーとかだったらいいかもしれんけど、基本なしなんだよ。あれ弱いんだよね、一釣りで死ぬのは。まあ知らない、これは。交換やな。釣り交換した時に、まあ自分が釣られるじゃないですか。その時に、誰も交換こんかったら試合負けっす。試合負ける。次違う人が交換するの。ユンジンが今一釣りでしょ。だからユンジン以外が交換来ないと負ける。あ、モンテチビトでも交換した方がいいっすね。今の盤面はもう序盤なんで、あれ。あれが終盤とか、もう辻交換そんなに必要ない時とかだったらいいんだけど、これまあ序盤だからね。ちょっとやばいね、これ。こっから耐久入っとるのは。しかもね、シビト2台ついたじゃないですか。だからね、2つ回せてないんですよね。あの人結構シビト発動させるな。あの人はシビト結構発動させるから、そんなに重要しなくてもいいかも。結構考えてること残酷だけど、でもね、大事なことなんで、もう脱出したかったら、どのサバイバー切るか考えてた方がいい、自分で。これもう殺し合いのゲームなんで。